私は日本の耳です。私は犬がとても大好きです。なので私は犬や猫、動物の殺処分について考えました。平和といえば戦争や差別のことばかりが注目されています。戦争などもそうですが、殺処分だって多くの命が奪われています。何も分からず突然薄暗くて冷たい場所に何日もの間放り込まれる動物の気持ちを考えたことがありますか？どうしてただ優しい飼い主さんに飼われて美味しいご飯を食べて平和に暮らしたかっただけなのに、何の罪もない動物たちが殺処分されてしまうのでしょうか？そこで殺処分について調べました。まず殺処分につながる主な原因は、ペットショップで可愛いと思って買う、でも言うことを聞かずに捨てられたり、捨てられた動物たちが保健所にやってくるも保健所がいっぱいになって受け入れられない、里親が見つからないなどなどのいろいろな原因があります。そして殺処分を防ぐ方法なども考えることが大切です。例えば見た目や性格だけで判断するのではなく、飼う際にはちゃんと何があっても決して捨てたり虐待はしない、ちゃんと責任を持って最後の最後までしっかり愛情を持って育てると、ちゃんと責任を持っているような人には安心して飼わせられます。そういった責任感がない人には安心して飼わせられません。なのでもし動物を飼いたいのならば、ちゃんと理由をどんな理由があっても決して捨てたり虐待はしない、殺処分される動物の気持ちを考えられる、虐待をしたりせずにちゃんと最初から最後まで愛情を持って育てる覚悟を持って育てることです。